先週なんですけれども、はい、月曜日、火曜日、水曜日と那覇にいまして、それで木曜日に東京に帰ってきまして、金曜日が佐賀、そして土曜日が長崎という、何か九州にずっといたような感じなんですけれども、何かこう夏の巡業をしているような気持ちになって、なかなかそれはそれで楽しかったんですが、朝青龍がサボっちゃう気持ちもちょっとわかるなぁなんて思いながら大変だなと思って、こう地方で暑い季節に渡り歩くのも結構あの大変だなっていうのは実感したんですけれども、圧巻だったのはですね、金曜日の佐賀ですね、佐賀も非常に暑いところなんですけれども、その日佐賀は最高気温が 35.9 度まであったんですけども、ちょうど東京もね36度あった日ですか、36度近くあったんですけども、しかもその36度ある佐賀のですね、有田町というですね焼き物の町、その窯元にお邪魔したんですよ。そうです、36度ある佐賀の有田町の窯元にタキシードを着ていくというですねもうフルオプションで行ってまいりました、これ以上ないですね。ものすごい衝撃でしたね、ちょうど有田焼の窯は1300度あるらしいんですけども、1300度に比べたら36度なんてね大したことないじゃないかっていう風な、そんな錯覚も一瞬だけですね、本当にまた窯の近くからね離れると余計に汗がどーっと出てくるというね、ことでしたけれどね、有田町初めて行きましたけども、それでタクシーのワゴンタイプの大きなこうハイエースとかのワゴン車を地元のタクシー会社からドライバーさん付きで借り受けて、それにスタッフとか私が乗っていろいろ移動する、ということなんですけども、そのワゴン車がいわば私たちの打ち合わせ場所にもなり、休憩場所にもなり、空いた時間はそこで寝たりですね、あるいはお弁当を食べたり食事をするスペースにもなったりするもので、非常に僕たちはそのワゴン車に愛着が出てくるんですけれども、本当に便利にタクシー会社からお借りして使ってたりするんですが、なんとそのワゴン車がですねエアコンが壊れてましてですね、もうちょっとちょっとと思ってですね朝駅に迎えに来てくれたんですけども、ちょっと名前言っちゃうとあれなんであれなんですけども、タクシーってとこなんですけど、ちょっとっつって、こんなダメですよこんなのとかで、車両ちゃんと取り替えてくださいよって言ったんですけども、そしたら運転手さんが、すいませんそうですよねなんつって、大変ですよねって言って、新しく車を取り替えてくれたんですよ、タクシー会社からね、そしたらその車も壊れてるの、それでもうなんかちょっとニッチもサッチもいかなくなって、でちょっとこっちもなんか悪い雰囲気を出してみたんですよ、みたいな、寂しいようでしょオタクもなんつってそして一生懸命対応してくれるんですけども、そしたらすっごい悲しそうな顔して、そのタクシーの運転手さんが、有田町は今明治大正昭和平成と4時代通して初めてぐらい経験するどん底の不景気なんですって。そうですか、ちょっとは失礼な話かなと思いますけども、ね、その運転手さんが切実に訴えてましたので、私もそのままをお伝えしますが、本当にどん底の不景気なんですって、有田焼が売れないんですって、中国の製品に押されてしまって。そういうことですか、でちょっとなんか有田焼って結構なんていうの、実用性に富んだ方に近いこう芸術作品なので、もうちょっとねこう凝ったような感じの小いまりとかよくわかりませんが、ああいう鑑賞用だと、あれなんですけども、結構使えそうな時期ということで、ちょっとねそのブームに乗り遅れてるってこともありまして、どん底の不景気なんですって。それでタクシー会社にはエアコンを清掃する、その整備し直すお金がないんだって、だだだだと思いましてですね。で普通のセダンのタクシーはあれなん、整備したりねしなくちゃいけないんですけども、有田町でそんなワゴン車を1日借り切るようなことなんて、そんな法事とかちょっと大きな告別式とか法事とかがない限りそんなに出ないんですよ。なるほど、だからちょっと手つかずの状態になってて、で結構このねいろいろちょっと本当はなんかこうシートとかを変えたりね、エアコンをこうちょっと新しくクリーニングしたりとかしなくちゃいけないらしいんですけど、してない、みんな黙っちゃってそうですねねえ、そんな経験してきましたけどもね、そうか
すごかったですね。だからそんなワゴン車を、まあ、非常にいいところなんでちょっとこうあの2例かな、楓かな、こうちょっと大きく枝がしなってるようなあのところの下に日陰に入れてね、涼むというね。もちろんエンジン切ってね。そうですね、昔はそうだったわけですからね。そうですね、昔はそうだったですけどね、ちょっとねエアコンとかのねちょっと文明に慣れてしまった私たちはちょっとそういうわがままを一瞬思ってしまいますけどもね、帰りにねちょっと有田焼のお茶碗一つ買ってきましたよ。あ、そうでしたか。今度行くときはぜひエアコン直してほしいなと思いつつね、有田焼をちょっと貢献して、面白かったですね有田町ね。それで人口2万人ぐらいの町なんですけども、そこに300ぐらいの窯元がありまして、本当に人口の 90% ぐらいは有田焼に従事している、焼き物に従事している皆さんがお住まいだということなんですけどね。でも一方で 90% も有田焼に従事しているものですから、有田焼がちょっとダメになってしまうと町全体がもう本当にドーンって下がるんですって。普通の町だとね、こうね、あの売れてる店売れてない店みたいなこうちょっとまばらがありますけれども、ね、全部有田焼売ってますからね。そうかそうか、ダメ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 ってなっちゃう、いいところでしたけどね。こうちょっと狭い谷合いの町にこう細い道がありまして、そこの両端に300ぐらいの窯元がザーッと並んでるというね。点在しているというよりは並んでるんですか。そう、盆地なんでこうそこにザーッとあるんですけどね。でそんな小さな町といったら失礼ですが、まあ2万人ぐらいですから小さな町だと思うんですが、そんな2万人の小さな町に人間国宝が2人いるという。で本当は3人目の人間国宝が誕生する予定だったんですけれども、その人が俺はそんな名誉や栄誉なんかいらないって言って断ったっていう、91歳のおじいさんがいるんですけれども、ちょっと会いたいじゃないですか。そうですね、どれだけ頑固なんだと思って、で結構すごい芸術家の方なんですけども、あの気さくだっていうからちょっと話聞きに行こうぜって言ってですね、ちょっとテレビカメラ持ってその91歳の人間国宝を断った、陶芸家の方、のところに行ったらですね、あのお弟子さんが出てまいりまして、先生はちょっと今お休み寝てますのでちょっとあのお対することは無理なんですって言われましてですね、で私たちもあでお昼間だったんですよ、であ昼寝してるんだろうなと思って辛いだろうからこの暑さはと思ってですね、夕方ぐらいに起きるんでしょうかって聞いたらですね、いや先生は一度お休みになりました、3日は起きてきませんって言うんですよね。と思ってですね、と思って3日起きてこないんですかって言ったら、いやそういう方なんですよって言って、3日ぐらい寝てそして起きて、で91歳とは思えぬ感じでバイタリティあふれる感じでバリバリこう仕事をして弟子たちに指示を与えて、そしてまた3日寝るんですって。まあ、すごいですよね。やっぱり普通と違うんですね。やっぱりちょっと普通と違うんだろうなと思いましたね。ぜひちょっと会ってみたいなと思いましたけれども、それからちょっと暑さしのぎに南国の話続きますけれども、沖縄に行ってきたんですけど、3日間もいたもんですから、いろいろなことが見えてまいりましてですね。ちょっと新聞の話なんですけど、毎日新聞とか全国紙は皆さん見たことあると思うんですけども、地方に行くと必ずそのあの地方の新聞ってありますよね。北海道ですと北海道新聞とかですね、秋田だと先駆け新報、仙台だと河北新社、新報、あと長野だと信濃毎日新聞とかですか。あ、そうですね、あるんですけども、沖縄も130万人の県民の皆さんに、琉球新報と琉球タイムスっていうのがあるんですけれども、それで3日もいたもんですから、ホテルの部屋に琉球タイムスがずっと届くんですよ。それで最初はちょっと俺は東京のサラリーマンなんだよと思って毎日新聞を入れてくれなきゃ困るよなんて思ってたんだけれど、そのうち読むものもないですから、ね、なんだよ地方紙かよなんて言いながら読んでたの、失礼な話ですけど ね、して沖縄の話ばっかりでつまんないなと思ってたんだけども、3日目ぐらいになってきたら、もう琉球タイムスが楽しくて楽しくて仕方がなくなっちゃってですね、見出しましたね、楽しみを、ちょっとあの沖縄に行かれた時はぜひご覧になっていただきたいんですけども、ちょっと私一部持ち帰ってきましたので、本当ですか、これなんですけども、あ、琉球新報の方だった、8月8日なんですけども、結構ねあのしっかりした新聞で、厚みもありますね、厚みもあってね、全国紙並みにあるんですけど、本当にカラーで、何よりやっぱり驚いたのはですね、まあ、ちょっとこんな話午前中から失礼ですけども、あの、ブッコラン、あの亡くなった方のお知らせ、告別式広告欄、全国紙とかね東京の新聞だとちょっとあの社会面の下の方に
会社の一段ぐらい、ね、大企業の社長さんが亡くなった時とかに一段ぐらい出るんですけども、そうですね、このね沖縄の琉球新報と琉球タイムズはね、さすが大家族文化っていうかこうあれなんですけど、13面にあるんですけど、はい、すごいドドンと、ね、一面ぶち抜きなんですよ。本当だ。特別式広告欄ね、ちょっとこんな不幸な話を明るく話して何なんだっていう感じありますが、はい、まあ、一つの文化論として聞いてほしいんですけども、すごいんですよ。で亡くなった方のこのお知らせがザザーってありましてですね、で、まあ、ごくごく普通の方だったりするんですけど、さらに何がすごいって、はい、沖縄って家族多いじゃないですか。そうですね、だからこの例えばこの94歳のおじいさんが亡くなりましたっていうこの広告欄なんですけども、まあ、生前のご講義を感謝し慎んでお知らせいたしますという告別式は先の通りですって書いてあるんですけども、はい、そこに続くですね、この親戚の名前、これが圧巻なんです、まず奥さんが喪主として名前が入ってるんですよ、はい、その次に長男の方の名前があって、長男のお嫁さんの名前が書いてありますね、そして今度長女、そして長女のお婿さん、そして次男次男嫁、次女次女婿、三女三女婿、四女四女婿、三男三男嫁、四男四男嫁、五男五男嫁、五女五女婿、そして孫代表として名前が書かれているのが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9人いて他20名って書いてあるでしょ、でひ孫24名、妹義理の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 弟義理の弟、おい、めい代表、親戚代表、ハワイ在住代表、友人代表、老人クラブ代表、地区代表、すごい、一人の死亡欄のところに70人ぐらいの親戚がブワーって、すごいよね。あ、その黒枠一つの中にそれだけのお名前が、びっくりして、もうなんかこの五男五女の名前とか見てるだけでちょっと楽しいのあらこんなにって、まあね、90歳でね天寿を全うされたということですけどもね、でまたさ90歳のさおじいちゃんのね、お子さんだったら多分60、70ぐらいだと思うんですが、皆さんねお元気 で、ね、で孫がさ29人乗ってるでしょ、でひ孫が24人でしょ、このおじいちゃん孫ひ孫だけで54人いたんだっていう、ね、1人5000円ずつお小遣いあげたってね、お正月30万ぐらい散財してるんですよ人財産崩してるわけですよ、大変だね、やっぱり大家族文化って沖縄言われますけどね、でやっぱり何ですか、こうブラジルとかに移住した、ハワイとかに移住した経緯とか、あるいはその在日米軍の方とね多分ね結婚される方が多いんじゃないかなと思うので、住所がねブラジルとかアルゼンチンとかの方が多かったりするんですよね、親戚の欄になってくると、そんなことを読んでるとこのね告別式広告欄からも何か沖縄の歴史がこうね伝わってくるなーなんて思いながら、しみじみ見てたんですけどね、驚きません？驚きます、驚きます、たまに中澤さん本当は驚いてないのに驚いたふりするときですからねこれはでも沖縄のホテルに行って読まなきゃダメだと思う、そうか、すごくないだってすごいこの大家族ぶり見たいのに、鷲見さん今見せないで一生懸命教える、いや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 、ちょっとちょっと、でさらに驚いたのはもう一つだけ、本当にもう一つだけ申し訳ない、すいません、スポーツ欄ってあるじゃないですか、スポーツ欄普通大リーグとか今高校野球とかさ、あると思うんですけども、なんと琉球新報、その高校野球とか大リーグの記事の面積よりも大きく扱っているスポーツがあるんですよ、何だと思います？ちょっとラジオを聞きの皆さんも考えていただきたいと思いますが、高校野球よりも多い、はい、8月8日高校野球がねそろそろ開幕というそんな時期でもありますが、スポーツ欄わからない、わかりません、はい、正解こちら、一面ぶち抜き闘牛欄これすごいでしょ、あら本当、期待の取り組み全網羅っていうね王座かけ花形牛決戦ドームで魅力発信っていう、すごいでしょ、まあ、立派な牛の写真がたくさん載ってますね、花形牛決戦だよなんだって話だよね花形牛米沢牛か山形牛かっていう花形牛、花形プレイヤーっていうことなんですね、つまり名誉ある牛になるのは誰だと、頭脳派ベテランにトレード牛が挑む驚いちゃってこれ見たら本当だ、いわゆるこの野球とか、その大相撲みたいな感じで闘牛のことを淡々とこう書いてあるわけだけども、私たち闘牛のこと知らないもんだから、そんな闘牛の記事に頭脳派ベテランとかトレード牛組が挑むとか書かれても、ちょっとふざけてんのかなとしか思えないという、全て新しい感じがします、
金未経験、すごいですよね。はい、でそのあのなんていうんですか、大相撲の取り組みみたいに下の方にこう牛がそれぞれね写真で載っているという、はい、どう見てもなんとなく肉屋さんにしか思えないというところあるんですけどもこれ全部プレイヤーということですね。あ、広告ですか、というか、まあ、なんていうの、懸賞金みたいなもの、懸賞金みたいなものかかってるということなんですけど、これスポーツ欄ということなんですけどね、はい、すごいですよね。暴れん坊号は軽快なフットワークを使っての割り技から一気に腹取り速攻を繰り出す攻撃型の技牛だっていう技牛、デビュー以来土つかずの現在5連勝中、両牛ともに、両牛ってのはあまり聞かないんですけども両牛ともに沖縄闘牛界の軽量級部門を代表する注目度ナンバーワンの花形牛であるっていうね、すごいですよ。影武士号は体の柔軟さと軽快なフットワークを生かした戦法で長期戦に持ち込むのが得意な頭脳派の大型ベテラン牛だ牛に頭脳派があるっていうのも初めて知りましたけどもね。すごいですね。一方対戦相手の龍翔天力ボスは横向きの長い角を使っての強烈な掛け技から腹取り攻撃を得意とする徳之島さんの花形牛だ。今年1月にトレードで沖縄入り、沖縄では目下3連勝中だ。トレード、どこからどこにトレードしたんだっていう、トレードで沖縄入りしたっていうね、多分徳之島リーグからなんかがね、引き抜かれたんじゃないかなと思いますね、あくまでも想像ですけどもね、一方の東州花形は長くて湾曲した下向きの角を武器に割り技掛け技を得意とする大型の人気花形牛、両牛ともに沖縄闘牛界をリードする若手の人気花形牛、若手っていうね牛に若手を使うっていう、もう本当に大相撲とかプロ野球の大リーグみたいな感じっていうね、本当にそうですね、すごいよね、競馬とはまた違う、 むしろ人間に近い感じで書かれてるんですね、人間に近い感じですよね、すごいなと思いましたけどね。そしてうるま市にはこの、ドーム型の闘牛場があるという、全天候対応型っていうね、すごいですね、本当にプロ野球も真っ青という、雨が降ってもできるということですけどもね、すごいよね、すごい、スポーツ欄特集組まれてるんですよ、本当だ、古豪新鋭20頭が激突って書いてます、ね、本当に激突するだろうって話ですけどそうですね、文字通りね、ちょっとびっくりしました、沖縄行って新聞読んで、これちょっと本当嬉しくなっちゃって持って帰ってきましたよ、本当びっくりを変わりますよね、ぜひちょっと沖縄行った時は闘牛見てきたらいいんじゃないかなと思いますけどね、そうですね、それほど皆さんが熱くなるものなんですね、ルールわかんないですけどもね、なんかもう割り技とか掛け技ってなんとなくこうね、あ、多分角にこういう風にかけるのかなとか、横に広がってる角が有利とか ね、速攻の腹取り攻撃ってのはすごいですよ多分こう横にしてこうお腹を押しちゃったりするんだろうねきっとね、速攻の腹取り攻撃っていうなんかいいじゃない、なあそんな感じありますけどもねフィリーズに移籍後、井口は初のマルチヒット、マリナーズ一郎も今日は4安打、そしてヒメリ号は得意の掛け技で圧倒し、沖縄では負けなしの8連勝以上スポーツニュース大リーグと闘牛の話題でしたそういうちょっと多分ラジオもニュース流れてるんじゃないかなと思いますけどね、そういうことですよね、ヒメユリ号、沖縄新聞事情でございました、はい、さて長くなりましたけどももう一話題、はい、沖縄の新聞事情にも驚いたんですけども、沖縄の民放テレビ局事情もちょっと面白くてですね、それは見逃せませんね、あの国道58号という大きな通りがあるんですが、そこのところにですね、沖縄にはテレビ局がですね、NHK を除きます と、OTV というですね、沖縄テレビというフジテレビ系列のテレビ局が1局、それから、手前ども JNN ネットワーク、JRN ネットワークでもお世話になってますが、 TBS 系列の、RBC 琉球放送、それからですね、琉球朝日放送 QAB かなっていうその3局があるんですけれども、日本テレビ系列のテレビ局は沖縄にはないんですよね、そうなんですね、ちょっと面白いことになってるんですが、その OTB、RBC、QAB っていう民放3局が沖縄では放送されてるんですけれども、それで58号線を車でこういって移動してますと RBC の本社が見えたんですよ、で RBC って大きく書いてあって、はい、すごい立派なんですよ、でちょっとあの失礼な話、130万人対応のテレビ局にしたらちょっと大きいなと思って、このしげしげとなや、あのしげしげと見上げていたら、はい、同じ建物にライバル局であるはずのテレビ朝日系列の QAB っていうロゴも上がってるんですよ、なんだこれと思ったんですよ、であの電波を送信する鉄塔アンテナがあるんですけど大きな、でそこにも RBC って書いてあって、えこれ RBC の放送局だよなと思ったんですけど、ちょっと車が角度変えてみると、電波をこのその電波塔の角度を変えてみると、それが QAB って書いてあるんですよどういうことと思って地元の人に聞いたら合同局舎なんですって、あらー
ライバル局がさ、うん、同じ建物使ってるんですよ。で同じ一つの鉄塔を使ってるんですよ。あら、でびっくりしたもんでちょっと受付に行ってみたの。あら、どうですか。そしたらね、受付嬢の人が普通に企業ですから座ってるんですよ。そしたら一人座ってるんですよ、で後ろに RBC と QAB って両方書いてあるの。だから受付も今日合同なの。あら、両方に対応してくださるんだ。両方に、ね、対応してるっていう。あら、ちょっとなんか新しい形に驚いちゃって、でも考えてみるとテレビ局ってね、あの使わないとき休んでるものとか他人に貸したいけど借りてくれる人いないっていう特殊な業態なもんですから、でもスタジオとか空いてたらね、お互いに貸し借りとかしたりして、あるいはちょっと特殊な業務ですから、なんかこうね、ライブラリーとかを共同にするとか、そうすると多分経費が相当大幅に削減されるだろうなと思って、ちょっとしげしげと見てまいりましたけどね、ちょっと面白かったですよ。そうですね、ライバル局なんだけども同じ建物同じ施設を使っているという。アナウンサーとかもね、合同とかにしちゃえばいいなと思いますよね。なんか住み分けが難しくなってきますね、なんか、まあね、日本放送とフジテレビがね、こう、一緒になってアナウンサーを使い回してるみたいなこともね、ありましたけれども、なんかそんな感じも、ちょっと沖縄から新時代が来てるかななんて思って見てましたけどね。そうですね。なんか受付の女の子がこうね、2つのこう大きなこう RBC と QAB っていう、 こうロゴマークのついたて後ろに立って座ってる姿はね、ちょっとなんか迫力ありました。そうですね、私もなんか TBS の看板アナウンサーなんて言ってちょっとね、林立てられたりすることも多いですけど、所詮看板1枚ですよ。彼女は看板2枚ですからね、看板2枚持ってますからね。ちょっと沖縄の受付嬢には負けたなと思いましたけど、後ろに看板2枚あるんですよ、こうやって。 RBC QAB でどちらにご用ですかって言われるんですか、そうですね、何ね、報道局の誰々さんって言っても、どちら放送のですかって聞かれるわけですもんね。ということで、夏休みの自由研究でした。